いつら仲良しだな。今からヒデオさんとウルトラハンコで対マンをするので、3人は見ててください。よし、ヒデオさん勝負するぞ。よーい、スタート。いや、怖い怖い怖い。ウネチャンネルは僕がいただく。やばくそ、一回も触れなかった。イエーイ、ウネチャンザク、ウネチャンザク、ウネチャンザク。一回も触れなかったぞ。いくぞ、ヒデオさん。第2バトル、次こそ振らせてくれ。次こそ振らせてくれ。うなちゃんくるんってしないで歩ってるからズルです。ズル。よし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 、一気に行こう。よし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 。ねえ、ズル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 、ダメ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 、ズル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 。はい、私が今回の審判をさせていただきます。うなぎと申します。こっちの陣営とこっちの陣営に分かれて戦ってもらうので、どっちが勝つか皆さん予想してみてください。東、ヒレオたち、西、イカたち、ハッケヨーイ、残ってしまった。残ってしまった。うわー、ユジだ、ここ。おー、西が勝ちました。西チームのイカたちが勝ちました。さあ、次はどちらが勝つのか。始まりました。始まりました。対決が始まって、ヒデオさんなんかこっち来て、痛い！なんで？なんで？みんな逃げるんだ！ハンコが勝手に、クソ！なんで？なんで？なんで？なんてむごいことをしてしまったんだ。僕のハンコが制御を失って、暴走してしまった。待って、審判やられた。審判やられました。審判殴ったから反則だろう。最後のバトル、ヒデオさんチームの勝ち。